この世にある美しさ、優しさの中で、心揺さぶられることもなく、ただ喜びのままにいられたら、どんなに日々安らかでしょう。けれど、このシャバ世界に生きていれば、さまざまなことが起こります。人生に行き詰まったとき、苦しいときに思い出してほしい、観音様の慈悲のメッセージを、虹の花の伝説という物語でお伝えします。BGM は、マウンテンマウスマーシーさんの、魂の休息の上にです。それでは、始まり始まり。虹の花の伝説。観音様がどんなに人々をお救いになっても、救われない人は後を絶たず、その様子に観音様は慈悲の涙をこぼされました。その涙が落ちた大地から一輪の虹色の花が生まれました。1万年に一度咲くという虹の花でした。赤、オレンジ、黄色、緑、青、藍色、紫。七色に輝く7枚の花びらが色鮮やかにきらめいたとき、その傍らにはいかにも苦しみを抱えた一人の女性がおりました。虹の花はいたたまれず、その女性に声をかけました。あなたの苦しみが私にも伝わってくるけれど、一体あなたは何を苦しんでいるの？虹の花の声にその女性は振り返りました。まあ、花がしゃべるなんて不思議な力があるなら、どうか今すぐ私の苦しみを取り除いてちょうだい。切羽詰まった様子のその女性が落ち着くように、虹の花はゆっくり聞きました。あなたのお名前はなんて言うの？私はカノンと言います。そう、カノン、素敵な名前ね。辛い時、苦しい時、人は誰でもそこから抜け出したい、この苦しみさえなければと思うもの。こんなに苦しいなら生きていない方がまし、そんなふうに思うかもしれない。カノンが食べられないほどに、眠れないほどに、悲しくつらい時は心の苦しみを一瞬で消してあげたいけれど、背負いきれないほどの重荷を背負わされることはない。つまりカノンには乗り越えられるだけの強さがあるということ。だから私が苦しみを取り除くのではなく、カノン自身で苦しみを乗り越えられるように思い出してほしいことを教えてあげる。あなたは今とても苦しくて、この苦しみさえなくなればと思っているかもしれないけれど、たとえその苦しみが癒されて、仕事やお金、愛する人、求めるものをすべて手に入れたとしても、年を重ねれば体は衰える、病気になるかもしれないし、愛する人と別れなければいけなくなるかもしれない、というように、諸行無常のこの世界で、人の幸せとは何とも移ろいやすいもの。だから真の幸せへ目覚めるの。真の幸せとは、お金や健康に恵まれているか恵まれていないかではない、得しているか損しているかでもない、愛されているか愛されていないかでもない、究極のところ、不幸であっても幸せ。そんな境地の幸せの鍵は最高の知性。最高の知性？カノンは聞きました。そう、最高の知性とは、
物事を客観的にありのままに見る力、冷静に考え最善が何かを見抜く力、同じ出来事でも知性で見るか感情で見るかで見える世界や体験することが変わるの。だから知性を発揮できるかが真の幸せへの鍵。けれども知性を使うこともなく感情に飲み込まれ、自分を周りを傷つけている人は数多く、その姿を見るのは本当につらいこと。だから思い出してほしいの。いつか光の世界に戻ってからしまった、人生の設定は私が自分の魂を磨くために自分で決めたシナリオだったんだと気づいても遅いから。なくなってしまえば、なんであんな些細なことにイライラしたりカッとなったり怒ったり恨んだりしたんだろう。どうでもいいことじゃないか。きっとそう思うはず。胸が張り裂けるような悲しいこと、辛いことも光の世界に戻ればきっと優しい癒しが起こるはず。その時は光の世界に戻ってから自分がどう感じるかなんてつゆ知らず、感情に飲み込まれてしまうのは仕方ない。けれど光の世界に戻ってきた魂の多くがこう言うの。もっと愛すればよかったと。嫌なことに背を向けて嫌な人に意地悪をしても、それで得られることなんてたかが知れている。それよりももっと寛大に愛に開けばよかったと。そう、この地球で私たちが求めている体験は愛するということ。私たちは愛するために生まれてきたの。その言葉を聞いてカノンは聞きました。じゃあ愛するってどういうこと？その答えはカノン、自分の心に聞いてごらんなさい。愛する形や対象は人それぞれ違うもの。誰かがカノンを見て、あなたは愛のない人だと罵ったとしても、カノンのことはカノンにしかわからない。人の言葉に振り回されず、自分自身が愛でいるために自分で自分の心を観察するの。自分の知性をフル稼働させて、知性で物事を見ることができれば、自分の思い込みや感情で反応した憶測で真実を見誤ることはない。だからその結果がどうなろうと、それは起こるべくして起きたこと。すべては最善と冷静に人生を受け入れることができるもの。それを聞いてカノンは言いました。簡単に言うけれど、冷静でいるのはとても難しい。何か起きれば頭では分かっていても、怒りや悲しみは湧いてくるし、体が勝手に熱くなったり震えたり、心臓がドキドキしたり、息が苦しくなってしまうもの。カノンのその言葉に虹の花は続けました。カノンの言う通り、本当にそうね。そんな時は、私は今頭に来ている、腹が立っている、あれが嫌だこれが嫌だ全部吐き出して、私は今そういう状態と気づいていればいい。気づくことが何より大事。気づくことで意識的に自分の行動を選択することができるから。そんな虹の花の言葉にカノンはこう言いました。でもそれができないときはどうしたらいいの？死んでから後悔しようがなんだろうが、とにかく今が嫌。自分のことも誰かのことも愛するなんてとても無理。そう思ったときはどうしたらいいの？このカノンの質問に虹の花は
今こそ一番伝えたいことを語らんと輝きを増しました。虹の花は右回りにゆっくりと渦を巻き始め、七つの色はいつしか一つの色へと溶け合いました。そして虹の花は言葉を紡いでいきました。辛いことや悲しいことがあって、心がすっかり疲れてしまったときは、自分のことも誰かのことも愛するなんてとてもできない、そう思うのも仕方ない、そんなときは静けさへと入りなさい。静けさに入る、カノンは繰り返しました。そう、湧いてくる感情に飲み込まれないようにするための知恵、外側からの情報を遮断し、自分の内から湧いてくるノイズもただ枠に任せ、反応しないことを自分に許す、抱えきれない感情をどうしようか考えることもせず、次の行動を選択する必要もない、ただ静かに、ただいればいい。生きていれば縁の重なり合いで様々なことが起きるもの。会いたくない人と会う苦しみ、大切な人と共にいられない苦しみ、求めるものが手に入らない苦しみ、体やエゴがあるがゆえの苦しみ、苦しい時は苦しい、それが現実だから、一喜一憂、右往左往、いろいろするのは仕方ないけれど、心のざわつきが落ち着き、心の霧が晴れれば、あなたはきっと気づくはず。あなたにとっての最善が何かわかるはず。真の幸せとは、自分の願いが叶った暁に得られるものではない。不幸であっても、その中にある幸いに気づければ、自然と感じられるもの。肩の力が抜けて、楽だなぁと感じているとき、そこにあるのが、真の幸せ。楽でいてください。魂の休息の上に、あなたの人生での最高の喜び、表現が生まれるもの。あなたが幸せでありますように。あなたの幸せがあなたの大切な誰かも幸せにします。あなたが幸せでありますように。